はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の動画では珍しくうどんの撮影に来ております。僕もね、まだ現地では食べたことはないんですけれども、全国的に有名なぶっかけうどんの発祥と言われております。まあ、これね、諸説あるんだけど倉敷市にある古市さんという有名なうどん屋さんがあるらしいんだけど、そこのお店が監修したお店が埼玉県にあるということで、倉敷うどんのね、特徴なんかも少しお話をしながら食べていこうと思います。ということで、本日訪れているお店はこちらでございます。倉敷うどんぶっかけ山本商店さんでございます。本日はですね、こちらのお店でご自慢のぶっかけうどんをはじめとしたいろんなね、メニューいただいていこうと思いますので、早速ね、店内の方に入って注文していきたいと思います。ということで、ただいまね、店内に入ってまいりました。お店自体もね、オープンしてから7月で1周年を迎えるという新しい店舗なんで、かなりね、お店自体も綺麗でございます。で、今ね、まあ、お昼過ぎの2時なんだけど、幹線道路沿いってこともあって、結構ね、お客さんも入られてるんですよ。まあ、今回はね、ちょっと撮影ってことだったんで、ちょっと席を離していただきまして、まあ、特別にね、おしゃべりをしながら撮影をできればと思うんですけども、ひとまずね、ちょっといろいろとメニューを頼んでいこうかなと思います。今回はね、まあ、ちょっとメニュー表を見て選ばせていただくんですけども、基本的にはね、お店の入り口の前に券売機がございますので、そちらで食券を買って、商品を購入する形となっております。で、改めてですね、この倉敷うどん、またですね、ここの山本商店さんを監修された古市さんというお店が、先ほどもね、お話しした通り、諸説もちろんあるんですけれども、ぶっかけのうどんを初めて、まあ、メニューにしたと言われておりまして、ぶっかけという名前もね、商標登録を取ってるぐらいなんですよ。なので、まあ、いろんなメニューがあるんだけど、ひとまずね、この名物でありますぶっかけを食べていこうと思います。ということで、ただいまね、一品目のメニューが到着いたしました。まず最初にね、頼ませていただきましたのがぶっかけ天盛りセットでございます。監修店であります岡山の古市さんの方では、天ぷらはね、セルフで作り置きのものを取っていくらしいんですけれども、こちらの山本商店さんは毎回ね、揚げたてをいただけるということなんで、ちょっとね、サクサクのうちにいただいていこうと思います。いただきます。これね、ぶっかけの食べ方なんだけど、もうね、全部具材ごと混ぜてタレを染み込ませて食べてくださいってことだったんで、わさびもしっかり入れて、うずら卵を溶いて、ちょっとこんな感じで、うどん全部混ぜるとこんな感じでございます。めちゃくちゃうまそうだな、これ。ひとまずうどんからいただきます。うまっ。こちらのぶっかけなんだけど、オンとヒアで選べて、今回はね、まあ、夏ってのもあるんでヒアで注文したんだけど、コシがね、すごいですね。しっかりとうどん自体も締めてあって、かつこうね、倉敷うどんっていうのは結構ね、だし自体が甘めに仕上がってるみたいで、ヒアにしてもしっかりと甘みを感じるし、だしも感じるしで、ものすごい絶品ですね。コシ強っ。したらちょっと天ぷらもいってみましょうか。で、このね、天ぷらのセットなんだけど、エビとちくわは固定らしくて、今ね、これさつまいもなんですが、これが若干変動する場合があるみたいです。ちょっとエビいただきますね。やっぱ揚げたてが一番うまいね。うん、天ぷら食べてからのうどんと、このセットは無限だわ。今回ね、大盛りにしたんですけど、何杯でも食えると思う。ちょっとね、これついてるだしにさつまいもをつけて、うん、うまっ。もう絶対このぶっかけのだし汁にさ、こんな感じでひたひたにつけてもうまいよね。うん、岡山の人はいつもこれ食ってるのね。めちゃくちゃ羨ましいんだけど。さっきね、お店の方に聞いたら、じゃあね、卓上にございますだし醤油を使って
このね、天ぷらを食べるのもおすすめってことなんで、一旦そのおすすめの食べ方をしてみますか。これでいただきます。これね、醤油自体にもかなり名前の通り出汁が効いてて、甘みの強い醤油なんで、揚げたての天ぷらの油に合う。倉敷うどんっていうのは結構ね、海苔だったりとかネギだったりとか薬味具材が豊富なんで、最後のこの汁がめちゃくちゃうまいんだけど、うん、揚げ玉がいい味してるわ。うまっ。ということで、ただいまね、一品目にいただきましたぶっかけうどんの天盛りセット完食でございます。ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね、2杯目注文した商品が到着しております。まずこちらね、うどんが梅おろしぶっかけの大盛りということで、梅干しからしそに大根おろしなんか入った、これからのね、時期にぴったりの商品でございます。で、これに合わせてね、ミニ丼セットを注文させていただきまして、おそらくエビとイカとしそ天ぷらが乗ってて、さっきね注文させていただいた天ぷらセット、まああれも3種入ってるんだけど、まあ、天盛りでもミニ丼セットでも値段変わらないのでね、皆様もねぜひお好みでこのセット商品頼んでみてください。ということでね、こちらもいただきます。ちょっとこちらも全部混ぜていきますか。あー、これも絶対うまいやつだね。ちょっと見てよこれ、このさ梅干しをしっかりと絡ませて、めっちゃくちゃうまそうじゃない。うん、皆さんこれマジで頼んだ方がいいです。倉敷うどんの特徴のこの出汁が甘いで結構濃いめってこともあって、梅干しとかしそとか香りの強い食材を入れてもね、お出汁の香りそれが負けてないので、お互いいいとこ取りみたいな感じでバランスが良くてね、これ本当にうまいですね。どんどんいっちゃいますか。うまそう。あーうまっ。ちょっとさ、この天丼みんな見てもらいたいんだけど、ご飯にもさ天ぷらにも惜しげもなくこの天だれがかかってて、どこ食ってもうまい天丼なんだけどこれはうまい。で、今ね、ぶっかけ2杯食べましたけど、ぶっかけだけでも7種類あるんですよ、デフォルトでね。で、それ以外にもざるうどんとか釜玉うどんで、あったかい汁うどんもあったりして、メニューも豊富なんでね、通ってもね結構いろんなメニューローテーションして楽しめそうですね。うん、うまい。酸っぱ。うん、ということで、ただいまね、2杯目にいただきました梅おろしぶっかけとこのミニ天丼のセット完食させていただきました。ごちそうさまです。で、次がね、ちょっ
と最後のメニューにしようと思うんだけど、オープニングねカメラマンいたじゃないですか。今日も実はですね前チンに来ていただいておりまして、せっかくねこの美味しいうどん食べるんだったらぜひねちょっと前チンにも味わってほしいと思うので、3杯目は一緒に食べてねちょっと感想を話し合いながらこのうどんね食べていこうと思います。なので僕の意見が嘘っぽいと思ってる人はこれが本当だってことがこの3杯目でわかるんでご安心くださいということで、ただいまね3杯目到着いたしました。僕が3杯目にいただきますのは秋限定で、まあ、つい先日に販売が開始されたそうな納豆のぶっかけということで、これ、ね、なかなか関東の方とかではぶっかけに納豆って見たことないと思うんだけど、倉敷の方では結構メジャーな商品らしくて、朝とかにねこれを食う習慣とかもあったりするので、あちょっとねどんな味かっていうのを確認してみたいと思うんですが、マイチンの方ももちろん到着しておりまして、ごめんちょっとカメラで狭いんだけど、マイチンがぶっかけの天盛りセットだよね。はい、そうです。見ててずっと食べたかった食べたかったちょっといただいちゃいますか。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。はい、うまい、うまい、甘いですね。そう、甘いでしょ、うん、だし甘くてうまいよね。それこそさっきの梅とかの話じゃないけどさ、普通のうどんって結構納豆入れるとぼやけるけど、このだしだったら絶対うまいと思うんだよね、うん、うまっ。甘めのタレに生姜がおろしで入ってて、それがすごい合うわ。うん、この麺でさ結構コシが強いじゃない。こういう麺食うとうどんは喉越しっていう意味が結構わかるよね。飲み込む時の感覚は心地いいよね。じゃあこの辺りでねちょっと頼んだ天ぷらをご紹介していきましょう。こちらがですね玉ねぎ天ということで、いわゆるかき揚げとは違ってもう玉ねぎオンリーのやつなんだけど、結構でかいよねでかいよね。うまっ。やっぱ甘いわ玉ねぎが。油切れもいいから中もねじっとりしてなくてね、うまい。これはだし醤油じゃないかな。この天ぷらちょっと一回だし醤油しちゃうと塩に戻れなくなるんだけどうん、続いてこれ鶏天かな、いっちゃおう。これカメラ越しで伝わるかわかんないんですけど、この火入りもピンクってほどじゃないんだけど、ほんのりと赤みがかってて柔らかさが残るいい塩梅で、これはねまた柔らかくてうまいっす。まあ、ちょっと関西の方はねあんまりわかんないんですけど、甘めのお醤油とかだしの文化ってやっぱ関西方面とかってあるから、関東の方はね慣れ親しんでない部分はあるとは思うんだけど、逆に言えばここでしか多分本当に食べれないから、これ一回食べたらまた行こうって思うよね。まあでも関東生まれの2人が揃って違和感ないっていうんだから多分違和感ないんだろうな関東の人でも。今ねちょっと僕の方はうどんほぼ食べ終わったところで、最後の天ぷら行きたいと思うんですが、最後にいただくのが原木椎茸天ということで、俺の皮がでかいから分かりにくいかもしれないんだけどこれねめっちゃでかいんだよ普通の椎茸の倍ぐらいは傘大きいよね。そこでもいただきますね。あれこれちょっと天ぷら1位かも。うまっ。一番目輝いてるかも今日一番輝いてるで、これだし醤油とかけたらめっちゃうまいんじゃない。一杯やりたいねうわこれ美味しい。噛むとしっかり肉汁が出てくる。肉汁じゅわじゅわ。
ということで、ただいまですね、3杯目にいただきましたこの夏季限定の納豆のぶっかけうどん、それにね、天ぷらもいただいてきましたが、めちゃくちゃ美味しかったでございます。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら倉敷うどん、もう本場のものをそのままいただける山本商店さんで、美味しいね、おすすめのぶっかけうどんを3種類いただいてきましたが、マジでうまかったです。正直、今回ね、お店に来る前に倉敷うどんってどんなものなんだろうと思って調べたところ、お出汁の甘さとか、出汁の濃さとか、いろいろ書いてあって、関東のうどんっぽくはないので、どんなものなのかなってのがちょっと想像つかなかったんですけど、実際に食べてみると、一回食べてみたら、こう分かる、この癖になる感じ、また食べたいなっていう気持ちが湧いてきてて、本当にね、撮影云々なしでもう一回このうどん食いたいなとそう思わせてくださるようなね、本当に美味しいうどんでございました。こちらのお店はですね、大きいね、幹線道路沿いのお店ではありまして、駐車場もね、かなり広いので、ぜひね、気になる方は車でお越しになって、僕が美味しいと思った関東でここでしか食べれないんじゃないかと思う倉敷の本場のうどん、食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方なんかも最近始動しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。